しゃいませ。今くら寿司に来て、でまずマグロとエビとサーモン頼んだけど、マグロこれ絶対日本にないわ。これ上、これなんか上になんかスパイシー系が乗ってんやん。これなんなんやろな。いや全然まずいとかじゃないで、ちょっとなんかシャキシャキしてて、なんやろな、スパイシーで、ネタはいや普通に鮮度はいい、いや全然レベル高いんかもしれん。で、あとはボタンエビみたいなやつ、赤エビなんかな、あなんだけど、とあとはアメリカといえばサーモン、あとなんか手巻きロールとか頼んでんだけど、できるだけアメリカの人がどんな寿司を好んで食べてんのか味わってみたいから、めっちゃアメリカっぽいの頼んでるな。あと、まあ、ちょっとカジノ行く前にちょっと酒入れて、あのテンション高くしていくんです。ごいで今巻きもん頼んで、手巻き寿司もうほんまな、いちいちでかいね、これこのでかさ、上がるこのでかさ、こんなやねかな。マグロと、still doing right? Oh, you're doing good. You want another one? Ah, this is sweet. The drink. You want another drink? Ah, just order. It's order. Beer one. You want one? Another one? Okay. これよ、でかさ。いちいちでかいね。これなんか、なんやかな、このロール。すごいんが、スパイシーツナ、スパイシーツナクランチハンドロール、スパイシーツナクランチ、なんか スパイシーなマグロの巻き物にクランチやから、なんかサクサクしたいの入ってますみたいな感じやろ。天ぷらかな。いただきます。こんなんいいこれ、この寿司屋、日本のこれ絶対ないやろこれ。でもこれが全部絶対海外受けねえんだよ。なんやろこれは、日本人向けではないわ。あーでもなんか寿司と思って食べるからあかんねやと思う。例えばなんか食べ歩きしたいみたいな、観光地で食べ歩きしたいやんか。で喉乾いてたらビール飲むやん。でビール飲んで腹減るやん。なんか味濃いもん食いたいなみたいななった時に、タコスみたいな感じやわ。めちゃくちゃ味濃いからこれ、めっちゃ味濃いし、でもなんかこの味濃い感じにビールをギャって流し込んだらうまい。寿司と思って食うたらこれはあかん。Oh, thank you so much. でいちいちビールはでかい。寿司と思って食わんかったら美味しいわ。今日ただでさえ小食やのに、今までそのマグロ2貫とサーモン2貫とエビ2貫とこれ、もうちょっとしんどいだ。合計今4皿小2や、小2レベル。で俺海外行ったことないから量とか分からへんわけやな。こっちも規格外やわ、いろいろ量もそうやけど、くら寿司ですらシャリ 1.5 倍、日本のもう無理やん。日本の日本人の胃には向いてない。
まだちょっと違うロール頼んでみる。なにこれ、うわ、で今そのタコス届いてんやん。タコスなんかなこれ。中にそのアボカドと、アボカドとっていうか見た目やったらもっと入ってたの写真。アボカドとウナギ、ウナギなんかもうゴミの量しか入ってない。シャリ多すぎだよ。もうなんか日本のコンビニのおにぎりぐらい入ってる。ちょっと大変かな。まあ屋台とかに出てたら嬉しいかなっていう、こんなレベルやな。なんか寿司焼きでだけでようわからん感じする。でも全然まずんない。このなんかちょっとずつ出てるこのごま、ごまがちょっとな、アクセントになってうまいよ、これ。香りついて。うん、不思議やな。こんなんが好きなのか。何し味濃いらしい。ここの人、現地の人に聞いたら、例えばそのカリフォルニアロールとかにも甘だれブーバーかけて、で、食うみたいな。甘いタレとか、味濃い系とか、ちょっと甘い。あと何系やろな。スパイシーな感じとか、食感でなんか天かすとかサクサクっていう感じ、ああいうのがめっちゃ売れるらしい。で俺も店やったらそんなしなあかんねん。これでも日本人に合わんかな。あいつ美味しいねんで、美味しいねんけど、寿司屋行こうと思って食べる味ではない。うん、あかん、どっちかお腹いっぱいなんだ。もうお腹いっぱいやから最後に、最後になんかロール食いたいと思って、これ行くわ。サーモンゴールデンクランクリーロール、多分サーモンとこれだけで160カレーでいいかな。上なんやろな、あれなんかようかな。まあとりあえず見てのお楽しみってことで、とりあえず行こう。行きます。ビビるわ。もう味噌汁も凄まじいスピードで来たわ。ようこぼれへんかったなこれ。すごない。この味噌汁どないしちゃうけんな。これね、ここで開ける。おっと、あっぷんね、事故りかけた。耐えたわ。イエーイ。まあ普通やけど多分どうせうまいやろな。まあそんなアメリカンサイズではないわ今回は。よかった、普通の大きさで耐えたわ。何しこぼれへんくてよかった。でロール届いていいの、こんな感じ。もう何か上にかかってんのよう分からんけど、どうせ味濃いやつなんやろな、辛くて。はいはいはい、分かった、うまいわ。うまいのいいねんけど、マジこういうのしかないねん。ロール系もしたいけど、マヨネーズとかちょっとクランチ系が効いたようなカリカリっとしたような、でその上に甘だれとか、もう一生味濃いから、あの胃が休まらん。うん、で味噌汁で休めようかな思ったら、味噌汁しよっからし、めっちゃ塩が。そらな、アメリカ人太るわ。こんなんあいつら爆裂的に量食うわけやんか。そらあんな体になってまうわ。日本人にはもう絶対きついよ俺。一生味濃いし、今何やったら何が食いたい、芽ネギとか食いたい。芽ネギとか
イカ塩レモンとか回転寿司で言うたらそういうのがいいわ。全部がほんましんどいわ。ちょっとなんかビール飲んでるから眠くなってきたし、まだせっかくラスベガス来てるんで今からカジノ行ってきます。だいぶお腹いっぱいになったんで会計してみます。で、クラで俺が食べたのがサーモン2貫1皿と、マグロ2貫1皿と、エビ、あの赤エビ2貫1皿と、あのわけわからん味濃い手巻きロール、マグロの手巻きと、うなぎのなんか手巻きとで、味噌汁、ぐらい。あんで最後サーモンとキュウリのなんかスパイシーなやつのロール。日本やったら何倍あるの、まあ、あれ一つで100円として100、2000、100、200、300の手巻き、手巻きも言うても100円やもんな。まあ高かったと仮定して200円にするやんか、日本やと。で400円を、それで700円を、700円の、あ、ビール2杯、まあ、500円として1000円、あ、400円、700円、1700円、まあ大方2000円ぐらいかな、味噌汁とかも入れて、1000円として俺の予想7500円だった。ここは50ドルチップ合わせて、いやチップ合わせたら55ドルかな。まあちょっととりあえず今から会計します。チェックアウト。うん？ねえこれ、なんて書いてんのこれ。Zip code、ああそういうことね。そのままええわ。サーモンロール。あ、セルフチェックアウトとかでいいんや。まあ、とりあえずようわからんから。よし、会計します。予想に反して会計まさかの安いかどうか分からんけど、37ドルってことで計算すると37ドルタックスが 8.3% やから、まあ、税込みで言うたら、37% なんですよ。 37.28 ドルかける150円で換算すると、おーい、5592円。まあまあまあそんなめっちゃ高いイメージはないけどな。まあまあこんなもんちゃうって感じかな。面白いな。何がなんぼだよ。味噌汁 4.3 ドル、あ、寿司プレート、あ、一皿 3.2 ドルよ。で、手巻き、あ、そういうことね。うん。で、これを会計して終わりって感じね。なしもう足ぼくで疲れたわ。よし、今からカジノ行ってきます。アメリカでは会計もここに待っといて持っていくんかな。まあ、一応なんかカード大体こうやって置いて待ってたら店員さん来てくれても、そしたら「Yeah, thank you」って言って、だから自分から会計に行かないっていう仕組みかな基本的には。すごいやっぱ日本と全然違うところやな。日本やったらもうわざわざ、伝票持って行って解決するやんか。こっちはなんか基本的に気づいてくれるまで待って、で全部サービスしてもらうみたいな。それに対してのチップっていうのもあるんだね、やっぱり。だからレジ前で混んだりとか絶対ないな。みんなあのテーブルチェックするから。まだ37ドルか、安いな。
安いけど、まあ、日本円で言うたら5500円か。なかなかやな。まあ、あとはチップは、キャッシュで払う感じなんで、まあ、5ドルやったとして結局は6000円ぐらいかかるかな。あ、マジお腹いっぱい、気持ち悪いわ、吐きそうや。